5場所連続1着スタートです。そうですね、まあ、半分ぐらいが追い込みの番組なんで、まあ、自力は久しぶりなんで良かったです。もう今季はなんと6点もアップしててかなり好調ですけど、何か秘訣みたいなのあるんですか？そうですね、まあ、6月ぐらいから弟子のアマチュアの子と練習し始めて、そこからきつい練習始めたら、まあ、調子も上がってきました。お弟子さんとのこの、ね、若い子との練習がまたかなり量もあって刺激になって。そうですね、まあ、2人じゃないんで、まあ、グループのみんなと練習してて、まあ、みんな負けないように一生懸命練習してます。お弟子さんもね、師匠が頑張ってるのを見てまた頑張ろうと思いますね。そうですね、まあ、恥ずかしいレースしないようにはしてます。さあ、今日のレース振り返ってはどうでしたか？そうですね、まあ、能見くんがいたんで、まあ、まっくりになるかなと思ってたんですけど、まあ、うまいこと仕掛けられてよかったです、ね、1コーナーからまくり始めてライン 1,2,3 も決まりました。そうですね、まあ、早めに仕掛けられたんで、はい、3人で決めれてよかったです。自力で見事1着スタート。明日明後日も楽しみですね。はい、まずは決勝を乗って優勝できるように頑張りたいと思います。では応援してくださった皆様にもメッセージをお願いします。明日も1着取ってここに戻ってこられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。上吹越直樹選手でした。